しげるさんの曲ってゆで麺はないんでしょ。だからこの風待ちで、はい、楽曲提供としてはですよね。あのゆで麺の時はもう本当にギター弾いただけなんで、やっぱり音帯を2人、そうっていうよりもあのなんていうかゲスト的な状態だったんですよ、まだゆで麺の時は。あ、そうですか。最初はあの3人でなんか始めていて、でもギターが欲しいということだったらしいんですよね。それでハッピーエンドに引き抜かれたと。ですよね、それで、まあ大滝さん、細野さんの歌われてる曲の、ね、最初バレンタインブルーっていう名前だったんですよ。ですね、1回か2回ライブやって、その後ですよね、ハッピーエンドに変えて、でそれからじゃあ4人でっていうことになって、まあでもその中でも一番若手10代だったですよね。その時はそうですよね、18か19ぐらい。18、19でハッピーエンドだよ、ね、違うな人生が。いやいやいや、何をしちゃいますか坂口さんのって。いやいやいや、ねえ、10代だもんね。でもませたフレーズだったね、10代としたら本当に、今ね、今18であのギター弾くっていう子供がいたら。じゃあ、その風待ちから、代表曲です、花一門目を。じゃあ、ワン、ツー、ワン、ツI'm not afraid to die.
ありがとうございます。